間違えますよね。どうもありがとうございます。今日はこれ声大丈夫ですか？大丈夫。はい。この3日間、アシダメロウ君とラブラブスパークとアシダメロウという名前で、尾道、広島、そして京都と3日間回ってまして、それの最終日になります。まあ、ラブラブスパークとアシダメロウっていう順番になったのは、なんか別に意味がなくて、僕はアシダメロウとラブラブスパークでもよかったですけど、2日間本当に楽しい毎日を過ごして、そして最後、大好きな僕らはもう、3日目ね、大体やるってなった時にもうほんまに一も二もなく僕らはやっとやりたいっていうんで困りました。監督ですかね、変わんないけどやっぱりね、レスリングで国体まで行ってはるからね、喧嘩をかけちゃダメですよじゃあやりましょうかすいません、ゼロさんすいませんパパ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 パシャツを身にまとう僕に魔法がかかったよ君は魔法を信じるか僕は信じるよ口は少し歯磨きしばらぬ笑顔を振りまくよポーターシャツを身にまとう魔法のメロディー ココラスバッチリ決めようぜ 君に聞こえるか 腰は勝手に動き出す 夢見ているようなダンス ボーダーシャツを身にまとう 歌が溢れてるI'm not the one who's got the answer.
Kazushi Hasegawa.